お笑いタレントの明石家さんまが24日に放送された日本テレビ系バラエティ番組、踊る、さんま御殿。毎週火曜19時56分チルダで、スマップのコンサートに自分のうちわを持参したエピソードを語った。明石家さんま、私をイラつかせる他人の言動というテーマで、お笑いコンビミキの麻生。兄の構成とマネージャーと E ガールズのライブに行った時のエピソードを披露。E ガールズが大好きな麻生とマネージャーはノリノリで盛り上がるも、ライブに行ったこと。かなかった構成は乗り方がわからず、その姿を見てマネージャーがイライラしていたという。麻生の話を聞いて、さんまは、コンサートのノリは難しい。俺も行きたいけど行けないコンサートがいっぱいある。ノリノリのやつはあかんな、と構成の気持ちを理解。さらに、スマップのコンサートとか昔、見に来てくれ、って言われて、行くんだけど、うちは持たなあかんから。誰のうちは持っていいかわからないから自分のうちわを持って行った、と驚きの。エピソードで笑いを誘い、さすがの木村拓哉も驚いていた、と明かした。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。